新藤辰巳のゴミラジオ。はい、提案で石の辰巳のゴミラジオ始まりました。はい、提案で、はい、いとこはマザー寺沢さんですね。はい、マザー寺沢です。お願いいたします。金芸人の方でございます。初か、初めてなんですよ。割と付き合いは長いです。そうですね、まあ、マザー寺沢さんは過去ね、オフィス北野にいた時にちょっとご一緒に、ね、そうです、はい、所属してたメンバーでございますけども、まあ、昨年 R1 グランプリ準々決勝に進み、今年はね、はい、頑張るぞっていう気持ちで3回戦落ちになりました。そうですね、いや、そんなもんですよ、3回戦でもすごいとは思いますけどね、言っても、いや、ただ至らなかったっていう気持ちの方が強くなりますね、うん、これはっていうので、もう準決勝行く気満々のために、もう先に準決勝の日を抑えて、大阪のね NGK 出るつもりでホテルを抑えて、はい、落ちてしまったから、もう見に行くという形で今回見に行ったので、ちょっとそこのね内容をちょっと伺おうかなと思います。はい、どんな感じでしたかね。まあ言わずもがな NGK 満席、客層とかって、まあちょっとなんか癖あったりする、それは関係ないかも。あのですね、一番テレビ的な感じかもしれないです。ほう、なんかね、去年準々決勝に出て感じたんですけど、このやっぱ東京で、なんなら上位に来る人っていうのはある程度固まってて、うん、その人が来るとやっぱわーっとなるというか、待ってましたかも。そうですね、これ難しいのが、そのまあしょうがないんだけど、まあ、鮮度ってものすごく必要でさ、そうですね、そこに出た時にもう鮮度は出来上がってるというかさ、はい、何を言うかじゃなくて誰が出てくるかみたいなのがあってくるから、もう例えばその準決勝で鮮度がない人がもう渾身のネタ、多分その日一番面白いだろうネタをやっても、じゃあ一番ウケるかってそうでもなかったりする。なかしますね。だからこのお笑い芸人、このどのタイミングで何をやるかっていうのは多分売れるのにすごい必要だったりするんだけど、まあいちいち考えてられないから、偶然の成り行きそのまま売れていくっていうパターンの方が、まあもちろん多いとは思うんですけどね。じゃあもう行くべきして、なんかそのじゃあ決勝行った人はもう完全勝利みたいな感じなの？なんかはっきりこの人は行くだろうなって思う人と、あとはその結構もう平均的にもうこのレベルだと笑いは取れるって当たり前で、あとはキャラクター、ちゃんとみんな受けてる感じなんですか？感じではありました。へー、その中でまあすごいちょっとその中でも受けてる人、プラスあとはキャラクターなりその発想なりが突出してるような感じの人っていうのを拾い上げて、この11人になったのかなっていう印象は。そのなんかすっげー受けてたとに落ちてたとか、そんな人は別にあんまり今回いなかった。まあ、個人的には三浦マイルドさんは、ああ決勝上がってないですね。上がってないです。どうです結構受けてました。受けてはいました。あの、大阪強いなこの人っていうのは感じましたね。しっかり。じゃあマイルドさんは割とその受け的な印象で乗る、考えると決勝に上がってても申し分ない感じ。申し分ないとは思いましたね。あとまあザジーさん、ザジー、こう、受けは良かった、過剰を持ってった感じはしてましたよね。でも選ばれず、それはその見に行った客的にな目線で言うと、その僕は時々あるんだけど、はい、あ、ここ受けてるけど通んないなって思う時あるんですよ。そういう感じはちょっとあるんですかね。ありますね。あ、そう、なんかまあもうそれは平均値が高いからこうなるのかなっていうことを思いながら、もうこの受けだったら、これは順番は、はい、ホームページの順番のままでした。例えば別ですね。あ、別なんだ。別です。はい、あ、ちなみにじゃあ交番順となんかちょっと感想など軽くあれば聞いていきたい。わかりました。ですね、まず、全部で、5ブロックありました。ほう、5ブロック、それで32人なんで、 MC がテンダラさんですよ。テンダラさんですね。珍しいよね、ショーレースでテンダラさん MC。 そうですね、逆に、あ、全然違和感ないかもしれないかテンダラさんの MC、まあ、そうそう、あ、意外に、なんか今更ブッキングされたけど、あれ全然昔からブッキングされてもよかったんじゃないかっていう人選だよね。ありますね。そうだよね。だからもうこれからもしかしたらテンダラさんで行くんじゃないかっていうような感じも
M1 はハリケーンさんで、R1 はテンダラーさんみたいな、だってもね、予想そう。大阪らしいなと思ったのが、うん、テンダラーさんがその、まあ、客を温めるために、うん、その歴代の優勝者っていうのを紹介してて、ほうほうほう、何年は何年、何年は何年、うん、で、去年はトミーズケンですみたいなことを言って、あ、ここでトミーズケンっていう名前を出して笑いを取ろうとするところには、なんかそのこの場所のスタンダードの笑いが一体何かっていうのが、それ受けると、あの、それは正直そのいや、ただなんか、いや、出して、あ、まあそうだろうなっていう、この NGK だったらこのトミーズケンってワードにはなる。でもやっぱ賞レースとなるとさ、普段のその本公演と客層違うでしょ、多分、で、多分本公演でそのワード多分鉄板な気がする、なんかだからだって下手したら R1 の準決勝のお客さん、トミーズを知らない人結構いる、あるかもしれないですね。だからそのワードがいかに面白いかっていうのは多分知らない可能性あるよね。笑っていいともとか出た時代とか知ってればまた、ね、ダウンタウンさんの同期でとかね、だからテンダラーさんもすごい探る感じになるのは、いや、うまかったですけどね。なるほど、なるほど、うまかったですけど、あ、なるほど、ね、でもテンダラーさんも鉄板な感じの、それで、うん、始まってですね、お客さん尖ってなかった、大阪のお客さん尖ってる時あるっていうね、のがやっぱりね、大阪の芸人さんも言うぐらいですから、難しい、目線は厳しかったと思いますね、東京に比べて。いや、厳しいと思います。その、あ、そう、うわーっと盛り上がるような、何でもかんでも笑ってくれるっていうような、東京の予選とは違う感じというか、あ、面白ければいいじゃないんだね、なんかそこは 見定めるではないですけど、うん、なんかその、あー、よく見る人だからちょっと面白いんだろうなっていうような、そういうような甘えの空気はないような感じがしましたね。ちゃんと今ここで出すもので、こっちは審査します。ただ片一方で、うん、これはすごいなと思ったのは、まあ、決勝行ったメルヘン須永さん、ね、やっと行ったよ ね、この人がその科捜研の女こと、うん、沢口靖子ですって、まあお決まりの、うん、そこでやっぱり沢口靖子って言った瞬間にドーンとなったんですよ。いやー、来ましたから。いやー、まあ、大阪というかテレビの笑いというかさ、モノマネでちょうどいい具合に似てる人が何々ですって言って受けるっていうのはテレビもよくある、ありますよ、まあ、分かりやすいじゃないですか、でそのちょっと似てない劣化具合を含み楽しんでしまう、やっぱ賞レースでもまだまだというかそれは強あるもんね、なんかモノマネはね強いですよね。強いですね、うん、でこの日のメルヘンさんは良かった。あ、そう、非常に、まあ、なんだったらそのさ、メルヘンさんがその沢口靖子のモノマネをやるっていうのは、はい、東京のさ劇場ではもう割と知られてる状態にもなってるから、そうなんです、ね、大阪がより よく見えた、なんか、うん、やっぱもうちゃんと営業で来ましたっていう感じになって、うんうん、それでうまくハマった感じがしてましたね。なるほどね。あんまりネタバレするんで言わず、まあ、ちょっと毒があるはあるネタではあって、うん、なんか割とお笑いいじりなんかもするようなことも放り込んでたネタなんで、その観点でいくと、あ、どうなんだろうかなっていうような感覚を持ったんです。ただ外遊しネタね、外遊しネタです、うんうん、受けはして、やっぱそれが認められたって感じでしたね、うん、だってザ・ W だってもうトップ受けでしたからね、見たいですよね、やっぱこういう R1 でいけたっていうのがやっぱ本当に実力を買われたって感じで、すごく報われた気がするけどね、まあ、メルヘンさんは本当しんどい思いしたからね、まあ、逆として結構決勝候補で受けながらも落ちるとか、どうしてもそのコンプラの壁がみたいなことが、うん、そうだね、いらんこと言っちゃうからね、あの人ね、ちょっと、まあ、よくライブも一緒になるから、じゃあもうメルヘンさんはもうそう見終わった時に、あれこれいったかもってぐらいのはもうちょっと、そうですね、うん、特にまあ落ちが素晴らしく、この日で本当に 1,2 番ぐらいにハマった感じのぐらいの受け方をしてたので、おーおーおー、やべーなー、ってことはこれ優勝候補ですね、出したら終わり方の印象は非常に良かったです。他にもう面白かった人はいたんで、これはまた難しい、うん、終わり良ければ全てしたこともありますから、でも終わりの印象だいぶ大事だもんね。そうですね、うん、完璧にそれで掴んでおりますね。すごい。じゃあちょっと順番でいってみますか。うん、でですね、最初6組でトップバッターが、うん、壁ポスター永見さんっていう方、大阪、はいはい、の方です。はいはいはい、あ、これね、ちょっと今ちょっと結果がもう出てますね。あ、うん、最初のあの結果出る前のやつはあれ順番通りじゃないんですけど、今はもう順番通りで、
あ、そうなんですね。あ、このホームページ上で大丈夫ですか。あ、結果の、まあ、コンビの方ですよね、うん、漫才して M1 グランプリで3回戦より上がれないけどすごくウケるっていうね、でございますけども、一言ネタですね。なるほど。で世界で、一人は言ってるかもしれないっていうフレーズを言ってくっていうネタ。世界で一人は例えばどんななんですか。何でしたかね、なんかもう三十二で、はっきり忘れちゃったんですけども、ここが敗退の理由だろうな。あー、そっか。なんかでも、まあ、なんか入り面白いですね、なんか安定して笑えば、ポン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 と取ってる。あ、じゃあコンビの時と一緒だわ、ちゃんと安定して。やっぱすごいですね、やっぱ器用なんですね、この人は。なるほどね、なかったですね。で、次が、ケント深谷さん、はい、これはピン芸人ですね。ピン芸人の方ですね、はい、ちょっと癒し系の感じで、はい、この人はフリップのイーゼル3本用意して、1枚1枚いろんなところをめくってって、うん、そのフリップ自体のなんか、起承転結みたいなボケ方とか、なんかそうしたと思ったら、あの、その前のフリップを振りにしたなんかあるあるを言っていくみたいな感じの、まあテクニカル系なフリップ芸のかなりだわ、ね、すごくいい、すごいネタだったんじゃないですか、これは。で2番目でめちゃくちゃ受けてたんで、僕は、うん、深谷さんも行くんじゃないかなって正直。あ、じゃあこれも結構ギリで落ちてる可能性あるってことね、むしろ2番目じゃなかったらもっと良かったんじゃないかとかいうね、パターンもありますし。あ、最初のブローか、ちょっとこれ厄介ですね、これね。何ですか。壁ポスターさんとケント深谷さんまでは順番通りなんですけども、うん、そっから違ってるんで、あ、じゃあこれやっぱ当てにならないですね、ごめんなさい。で本来はで次が由美川信夫さん、この方も大阪の方。ああ、はいはい、ね、この方僕はボルトボルズの方かな。そうですね、漫才師のね、はい、面白いネタやってましたね。このなんかコントだったんですけども、うん、なんかあの入りは授業中で、その、うん、購入の授業中で、まあ、その由美川さんって人と両思い、あ、女の子とお互い両思いなんだけどみたいな感じで話が始まってて、うん、で椅子が200用意されるんですよ、うん、でその椅子の配置をいろいろ変えることによって、うん、場面が転換していくっていうような、例えば観覧車とかになったり、ラファミレスとかになったり、あるいは椅子使ってそのなんかあのファミレスの店員がなんかその納税とかに使ったり、なんかそういうような感じで、うん、非常になんかいいテクニックのあるコントでしたね。なるほど。なんかその受け方、受け方はやっぱそのそういうようなネタなんで、世界観を出すみたいな感じのネタではあったんで、うん、なんか長い時間に見たかったですね。なるほど、このネタ、なるほど。3分でしたっけ。3分ですね。これは難しいもんな、なるほどなるほど。で、次がベルサイユ。あ、ベルサイユ、はい、漫談で松竹、はい、ね、松竹松竹につながりますね、大阪続くんですねこの人はもうあのぐるナイの面白そうでやってた時と困ったと同じ感じの、 あの男女のそのなんかやり取りの、それでまあ歌で落とすみたいな感じ。そうね。で、あの、まあ、言ってもいいのかな、うん、あの衣装が特徴的なんですよね。なんかその歌の時にその羽を広げるとか、うん、あの本当昔の紅白の小林幸子みたいな感じ、まあ、やってますよね、確かに、うん、それはかなりスケールがもう何ですかね、いきなり競り上がりが起こったりとか、なんかそれでなんかあのお客さんがおおって拍手をするような状況になってたり、あの一つでもそここだわるともう無限にこだわらないといけないから大丈夫なのそれ、手詰まりになる、大丈夫か心配だわその場の店物としてはすごい盛り上がって、いやそうだよいやそりゃそうだよ、確かにそういう手間かかるよねこれねもうそういうこと言われると難しくなるかもしれないですそうだから あそれを難しい、確かにね、それを良しとするかどうか、はい、で次が、はい、オジンオズボーンの篠宮さん。あ、篠宮さん、はい、初めてじゃないですか、下手した準決勝、ね、初めてかもしれないです ねで、あの大会前が準決前から言われたのは、なんかすごいモニターを使ってやる、うん、
人なんですよね、これ。あ、今モニター使ってんだ、それで NGK でやるためにはちょっとでっかいモニターを使わなきゃいけないだろうっていうことで、なんか同じモニター使う野田クリスヤさん、と折半して、まあ、リースっていうか借りたのかなのか分かんないですけども、相当かなりでかい、本当にもうどのぐらい、どれぐらいですかね、本当に商店街とかにあって、なんかそのいろんな電光掲示にあるような感じの、もう本当に何インチとか、とか家にはとても置けないような、じゃあ100インチどころじゃないないですね、あれはかなりでかいと思いますね、すげえ、本当に百貨店とかの本当にもうなんか、はあ、そうです、展示用みたいな感じ、片方は決勝行ってますからね、そうですね、でやってたのが難しい漢字の覚え方っていうので、ああ今結構押してるやつ、押してるやつですね、ツイッターとかでもやってます ね、 ま すね、それでまあそっか、まあそうね、清水さん得意なあのリズムに乗せたりとか、うん、音で、うん、オノマトペで、うん、乗せていくみたいな、あ、まあまあそっかそっか、今流れ的にもね、まあ、テレビも出てるしそれです、そうですね、まあ、結局行っても行かなくても、今篠宮さんのそこのとこは注目されてるんで、そうですね、今後ね、またテレビの進出とかもあるかもしれないですね、でこのブロック取り達郎さん、達郎さん、こ細かいモノマネの方ですね、あのいろんなシチュエーションの、あ、ちょラブの人でしょ、そうですね、ラブ、うん、解散しちゃいましたけどね、はい、でまあ構成がまだですね、この人はやっぱうん、いろんな、まあ、マニアックなステーションのものまでを放り込んでって、最後その出てきた登場人物が一つの場に集って、それで話が展開していくみたいな感じのネタをやられたんですけど、細かいのただ連続的にやるだけじゃなくですね、そう、そこは頭使ってやっぱネタやってるなこのレベルだとっていうような、だけどいかない、いやレベルが高いってことですね、だからね、これまあこれは難しいのがさ、はい、やっぱ頭でっかちになっちゃっても結局勝てなかったりするよね、構成が構成があってばっかりになって、それ結果的に全体的に見たときに、なんかなんだろう、ちょっと引っかかってしまうというか、なんかスッと見れなかったりする時もあるじゃない、皮肉な話なんですけど、そうそう、うん、構成がしっかりしてる人が振りになっちゃって、そうじゃないものがやっぱ爆発するみたいな、まああるよね、この日はそういう状況を垣間見たかもしれないですね、なんか面白いんですよ、もうそれ自体はすごいことだし面白いんですけど、なんとかその配置の妙というか手順の妙とかで感じましたね、でこの最初のブロックは合格者が誰もいない、準決勝のさ、最初のブロックの合格者いない M1 もそうだったんだよ、そうなんですか、なんかかわいそうだよね、いやわかんない、そのもちろんね決勝に行くべき人が A ブロックに出て絶対落ちるかってそうじゃないかもしれないけど、決して不利じゃないとは言えない、不利だよねなんかわかるんですけどね、裏でそういうなんか準々決勝までのなんか結果でそれを踏まえて、いや多分そうだと思うんですよ、本当にあこいつすげえなって思った人が A ブロックにしないと思うしね、あですごい受けるけど、いやなんかちょっともうちょっと様子見たいなって人はちょっと早めにかけさせてちょっと様子見られるって方もすごい受けてんだけど、ちょっと腑に落ちなかったりして、なんとなくあったらそうなってるパターンもあるんですよね、でもその A ブロックだけでそんだけ十分すごいことをやってる感じは伝わってきましたね、まあいいです、いややっぱここのレベルに上がってくる人たちはやっぱもう見事だなというような、なるほど、で、2ブロック目、はい、でこっからが合格者が出てきて、トップバッターが末広がりずの南條さん、あ南條さん、はい、合格しましたね、あれ何さん、今昔またぎっていうタイトルで、じゃあやっぱり今能のキャラクター、そうですね、でそのなんていうかフリップ持ってきて、こっからが今、あっちからは昔みたいな、でまたいだら今だったものが昔に変わりますみたいな感じで、はあはあはあ、なんか綺麗に振りと落ちがね、そうですね、でまあ誰でも知ってる今の歌を歌ってたら、歌い方とか言葉の調子が昔になるみたいな感じの分かりやすかったのと、あとはその遊び心もすごいあったりして、あ、まあ、拍手笑いが起こったりする場所もあったりとかで、完全にまあ空気は
そうですね、ウェルカムな感じになってて、あ、まあ、受かってても全然おかしくないっていうネタの出来方はしてましたね。すごいな、調子いいですね。調子いいですね。だって R1 の準決勝も初めてじゃない、下手したら。あ、絶対ここまで少なくとも上に行ってるってことはないか。参加はしてたと思う。なんかそうだな、M1 以降のその認知度の高さとかも味方してるかもね。そうですね。やっぱり今までの末広がりずより、 M1 グランプリ決勝行った後の末広がりずの方がやっぱり前のまで明治でちょっと見たくはないですね。そうですね。何やんだろう、である程度は分かってはいるんで、うん、どういう球投げてくるかっていうその期待値はやっぱり、ありましたね。で次が渡り119さん。あれ渡り119決勝行った？決勝来ました。あ、そっかそっか、来ました。でここはもうあの見てて明確に大爆発が起きた感じだったんです。この早くめくってるやつ。そうです、高速フリップってやつですね。すごいな、あのエナジーで勝ち取った感じだよね。割とその熱量もうそうですね。なんかそのネタ一個一個の強さというよりもなんかパワーに押し切られた感じもするよね。いやすごいな、そこまでいくと渡り119も実力者だね。いやそうです。で、うん、ネタのやっぱ体力あるんだなこの人って思ったのが、うん、かなりやっぱりもう叫んで動いてっていうことをやって、うん、やっぱ息切れする人もいると思うんですけど、うん、はいはいはい、ちゃんと最後までやりきって消防車だったんですね。だからちゃんと自分のやっぱりキャラが出てますよね。一人の方が引き立つんだ、二人より。二人の時はそんなにネタがなんか面白いって印象やっぱなくてさ、いや別にまあまあそこそこのことはできるんだろう、はいはい、テレビで活躍もあるからその、そのプレイヤーとしての能力が、ね、ある程度たけてるっていうのが分かるんだけど、一人でこう決勝まで行くっていうのはちょっともうすごいね。すごいですね。これは生のちょっと本ちゃんでもかなり爆発する可能性はあると思いますね。優勝候補だと思います。2本目揃えれればあるんじゃないですかね。2本目あんの？そもそもそれが分かんないですね。2本目ない気するけどあんのかな。どうなんですかね。で次はクロスバーチョルディッキー。あー、クロス昨年のファイナリストですね。ファイナリストね。で、まあ、あの得意 の、 あの道具のやっぱ作り、でその今回はそのオークションっていう設定で、うんうん、まあ、出てくる物品がちょっと変わったものになってみたいな、それで安定してはらえ、安定してそうですね、予算は出てる感じで、ちょっとは取ってます、でも決勝いけず、そうです、まあ、もうこれ、これは本当に最初の、まあ、前の渡り119さんの、暴力だったっていうのもちょっとあったかもしれないですね。本当に渡り119ってもう全てのことに全力投球なんだね。なんかそうですね。なんか脇も振らずにこう突進してくる感じ、してくっていうのなんか、まあ、ピンネタライブでもそのネタやってるの見たけど、なんか見習わないとなってちょっと思ったよ。へりくつばっか考えないで今自分のあるもの全部、まあもちろん芸風もあるけど、ぶつかっていくというあの精神ね、あれはちょっとね勉強になりますね。ちょっとやっぱ企画外でしたね。誰も想像しなかったからね、決勝行くなんて。また日時がね、その工場委員会とかのあの感じとかを見てる上でのってことなんで、これでまたネタやってここにも出てくるんだってなったら、これは意外だな、上がるかもしれないですね。売れるんじゃない普通に。売れそうですけど、うん、まあそれこそ世代的にも若いんで、第7世代でバッチリ、うん、そうだね、入ってくれますよね。元とかも呼ばれるだろうし、これでエンターの神様とか出れるだろうし、で続きましてがアインシュタインの稲田さん、はい、ですね。1回決勝に行ってますね。行ってますね。フリットをやられてて、うん、でその自分があんまりちょっと怒ることがないんだけれども、うん、ちょっと自分が鬼と化す化さないのその境界線というか、こっちは鬼と化してこっちは鬼と化さないみたいな、そういうような振り方で、これは鬼と化す化さないんで、鬼と化す時になんかその鬼と化すって叫んで
なんか音がガーンとあの激しいデスメタルみたいな音が鳴って、であと自分のまああのしゃくれみたいなものもちょっと触れたりとかそういうのをしたりっていう感じのネタで、なるほどね。長さん、まあもう決勝がなかったもんね。ここはそうだね。あれ一体何気に賞レース決勝行かないね。まあまあ、まあ一回稲田さん言ってますけど、その売れてからというかね、やっぱこの強さが良くも悪くもあるっていうことなんでしょうかね。テレビでやっぱもう出た時に稲田さんってめちゃくちゃ面白いです、そのバラエティーとかで、うん、そうね、そのこれはもう完全にネタっていうところで落とし込んだ時に、うん、得意なのか不得意なのかっていうこと、あ、まあでもそこかもしれないね。なのかな、テレビよりも別に十分だもん。いや、なんかその稲田さんがやっぱ見れる、ああ来た稲田さんっていう感じの空気にやっぱりなる、絶対でも確かにネタよりバラエティ番組の面白い印象があるね。ネタにすがりつくも必要がないぐらいのとこにも行っちゃって、まあ、もう安定感というかね、稲田さん単体で見たとしたらもう間違いなくそれはあると思います。なるほど。で次が森谷日和さん、大阪の。もう、ああ、森谷日和決勝行ったね。この方もずっと準決まで行ってて、結構長いよね、悲願だと思いますね。なんかもう取り調べっていうネタでした、うんうん、それでその取り調べを受けてて、まあ被疑者としているんですけれども、うんうんうん、そのいろんなそのどういうやり取りがあったっていう状況を喋るときに、なんか落語みたいな感じのなんていうんですかね、あの喋り方をするんですよね、うん、なんかでその技がやっぱありますね、演技力が、うん、その落語みたいなところに切り替わった時の演技の仕方っていうので笑いが取れて、それで興奮してって、本当に落語がまあもう警官にも、舞台上の警官に促されて落語をもうやらざるを得ない状況になって落語をやりだしてみたいな、ネタとしては非常に綺麗な落とし方もされてましたし、メモでうまいって書いちゃったんですあ、うまい、いやすごい、あ、これ綺麗なネタだなっていうのは思いましたね。もう行くべきして行ったという、行くべきして、しかも構成で行ったみたいな、そうですね。さあ決勝でどう映るかですね。そうですね、まあそういうネタが好きな多分審査員の方はいらっしゃるじゃないですか、うんうん、現に文士さんとかそういう方が、まあだからそういう方の目とかにどう映るかっていうのは気になりますね、うん、次はヒューマン中村さん、ヒューマン中村、いいネタでした。まあ毎年いいネタなんだけど、いやー面白いコントだったんですよ。ああでも最近コントやるもんね、R1 の準決で落ちてる時にコントだったのみたいな、そうなんですね。でそのフリップやらずにね、フリップやらないんだっていう感じもしてて、でそのある国の要請が、うん、あのヒューマン中村さんに向けて精神に直接メッセージを送ってるっていう、そういうコントなんですよ。でその勝手にその精神に要請の方が、うん、ヒューマンさんの精神に、うん、あのメッセージを送ってきてるのに、うん、このメッセージを受け取ったら受信料が発生しますっていうような感じの入り口で、なんかそので受信料のその料金の決定体系の内容だとか、何分で何ルピーみたいな、向こうのその国の通貨で話を迫ってくるとか、面白い、ああいうまいな、受けどいやもうこれもあ全然言ってもおかしくないって思うぐらいに、そのまそのファンタジーから急に現実にこうスライドするあたりやっぱうまいよね。うまいですね。なるほどね。いやフリップでなんかこういうなんですかね、まとまった笑いとかをやってるイメージから、だからこういうようなものでも笑いを取れるようなやり口が、入り口うまい、面白い、やっぱ技が多いですねっていう感じですよね。ありますね、はい、っていうので、うん、この2ブロック目から4人上がったという感じで、すごいね、一番このブロックが上がった、熱いブロックだなそれで
これは B ブロック今の。今が2ブロック目。2ブロック見てますね。はい。ブロックが一番また良かったんだな、結果的に。そうですね。なんか、やっぱり、最初の結果的としては重く見えた1ブロックを振りにして、うん、あ、このブロック盛り上がったってなった時のそのやっぱ印象点は上がりがちになるのかもしれないですね。で3ブロック、うん、ここはトップバッターどんぐりたけしさん。あ、どんぐりたけし準決来たもんね。ギャグ、ギャグですね、うん、もうでやっぱそのちょっとやっぱこう東京と大阪の違いをちょっと感じたのは感じたんですよね。もうなんかさ、どんぐりさんが出てくるとある程度東京だと、はい、ああどんぐりさんだみたいな感じのものがあるんですけども、ね、うん、それを、うん、あ、どういう人なのかなっていうようなやっぱ街はありましたね。そう、知名度があるわけでもないけど、ないわけでもない、ないみたいな、ちょっと複雑なとこだもんね、でネタやったらもうやっぱギャグ一個一個でバコンとは来るんですけれども、うん、ほうほう、そう、だからそこのちょっとまあ、あとやっぱギャグって本当にもうその、うん、あ、こうなんだなと思ったのは、うん、はっきりやっぱりホームランが当たる時と、うん、そうじゃない時っていうのが、うん、明確にやっぱ分かる、はあはあ、出ちゃう感じのやっぱり、そうね、なんか振りがあってないような、だからそこの感じでなんかちょっとやっぱり、受ける受けない受けないってことはないですけど、あの強さ弱さですね、うん、強弱がちょっとやっぱり全部ホームランだったらいいかもしれないとか、ね、じゃあ全部が当たったわけでもないしってことだね。もう戦い方がもうやることはもう明確なんで、本当、うん、その精度のところでっていうところの、もちろんレベルの高い話ですけどね、うん、そうだね、そもそもホームランを打つこと自体が難しいって考えたら、うん、まあ、ないよ、普通やってて受けてはいましたよね。なるほどね、で、次は野田ちゃん。あ、ソニーの元チャーミング、うん、ここはもう43歳っていう年齢からの自虐漫談ですか。で、強がっていながら弱しいところを見せちゃうみたいな、うん、そういうような東京オーディション過去会で大活躍してる見てますよ。準決勝すごいね。準決勝すごいですね。ここやっぱりあのちょっとどんぐりさんと似たところはやっぱどういう人なのかなみたいなところの街は間違いなくあった気はしますね。やっぱそう考えるとちょっとやっぱりあの大阪でそこまで認知がない人をちょっと後ろの方にしてあげる配慮はあったのかもしれないですね。なるほどなるほど、うんうんうん、でやっぱ出てきてある程度さって、あ、この人面白い人だっていうのが、うん、ネタやっていけばやっぱりみんな気づいてくるみたいな、はいはいはい、本当なんかその差のような気がするんですよね。やっぱりちょっと、うん、結構その純潔に臨むまでのその、うん、なんですかね、プロモーションのできたできないみたいな、稲田さんの知名度でどんぐりたけしがギャグやったらどうなったんだとね。それは野田ちゃんがやったらどうなんだ、変わったかもしれないですね。倍ぐらい受け方かもしれない。出ただけで多分話題が来るかもしれないですね。でも難しいけど、売れてないからそこまでのネタの作り込みができた、時間が設けられてるっていうのもあるし、売れたら売れたら作り込めない部分ちょっと薄味ないけど受けがもうあるとついてくるっていう、ちょうど絶妙なとこでは難しいですね。よかったですけどね、よかったんですけど、この中の枠組みってなるとやっぱりまあそうかっていう感覚です。なるほど。で次が受かった星野ディスコさん。星野パーパーね、まあ、すごいね、この人の中でも持っていった方ですね。すごい、やっぱりね、パーパーとしての活動がそこまで多くないし、アイナ君は笑いにもともと興味ないそんなにね、あの協力的じゃない中で一人で何できるかっていうのは、まあ、だいぶ前からちょっと悩んでるところがあって、ピンネタもやった方がいいかなってなりつつ、そんな話も聞いたことありましたけど、それをちゃんと具現化して結果につなげたこの星野ディスコの凄さね。この人確か本人から聞いたの、去年1回戦で落ちたみたいな話ですね。なんか生まれて、これは逆境。いやだからちょっと
バルバンドリームレゾネーション。ほんと、ほんと、よく見つけたね、それ。そんなもんなんだよ、見つかる前なんで一回戦落ちとか滑り倒したりするね。間接的に聞いたのはなんかその東京の3回戦で、うん、まあ、2分から3分になって、うん、だってやってその2分まではすごい完璧な受けを取れてて、うん、でその2分以降の残り1分がすごい全然受けなかったみたいなことを星野さんが言ってたみたいな話は間接的に聞いてたんですけど、これはじゃあ下手したらこの準決勝2分でやった可能性もあると思う。あ、体感的には多分ちゃんと時間をやったと思います。少し3分には至らないかもしれないですけど、そのだからやっぱり800キャパのところで奥行きがあるから笑い待ちとかすると2分が2分45に伸びたのかもしれないですね。なんかだから同じことをやってちょっと空間に合わせた間の取り方をしただけの可能性ですね。いや、その情報あったんでその上で準決見て、うん、全然そのなんかあの尻切れトンボな印象一切なかったですね。じゃあそこ全部削ってるかもね、とか、うん、もしかしたらその純潔に向けてネタをある程度、うん、あの人はくれる人なんで、うんうん、食ってきたのかもしれないですけど、ね、いやすごい、こうやってでも悲しいけど、こう結果が出ないと凄さって伝わんないよね。そうですね、これ悔しい、この芸人同士で会話、もちろんネタを見ればもちろんある程度のレベルはもちろん分かるけどさ、この分かんないけどね、まあ、分かりづらいところでラーサプリメントビーバー別に決勝に行ける実力はあるのに出れないっていうみたいなところじゃないけどさ、難しいのもありますね。世間的とか、まあ、ちょっとそんなに芸人としてキャリア長くないし、やっぱ決勝とかの明確なところがないとすごいっていうのが見えないし、まあ、来年以降は星野ディスコのピンネタすごく注目されると思うんだよね。感じありますね、まあ、今年の決勝以降か、だからこの客勝に行くっていうのは一つの判断材料としてし、非常にさ、売れる売れないっていうのはもちろん悩みとあるけど、そういう前提でさ、お笑い活動としてはやっぱ必要な要素かもしれない、ね、そうですね。やっぱ私個人としてはこういう魅力があるんですよっていうことのプレゼントとしては星野さんは成功してますよね、うん、やっぱあのキャラクターというか、パーパーっていうコンビで別にキングオブコント行く前からそれはすでにあったけど、やっぱりそれを本腰で見るってなった時に、キングオブコントの決勝なりテレビの活躍なり R1 の決勝なりないと見てくんないもんね。まあもうテレビやってる人もいろんな番組やいろんなライブ全部は見定められないんですよね。それは、まあ、もうある程度上がったものをやっぱりそれを拾い上げるっていうことでしか物理的にやれないっていうのもあるんですけど、仕方ないんでしょうけど、まあでもそう分かりやすいもんね。結局大衆が判断して OK もらったってことになるから、そうですね、大衆的でもあるわけですよね、すごいわ、超すごいな、で次が桜井さん、うん、あ、ここも通ってますね。桜井さんはもう事前評判が良かったからね、これもう優勝候補だと思ってるからね、その、まあ、そのあれだよね、芸歴もクソ長いから、まあ、もう売れるのも諦めたぐらいの芸歴ですからね、そのまあやっぱ必ずここで笑い取りますよってところでは取りこぼしてはいなかった。あ、それはすごいですね。それがやっぱどんぐりたけしとの差だったもんな、で、まあ、あとはそのちょっとまあ気になったのは、うん、やっぱり東京よりは、うん、あの見定められた感じはあったと思います。なんか振りとか、うん、なんかギター弾いたりするとかそういうところでもなんかもう何やっても笑いが起こるみたいなことを順々とかで、うんうん、見た人はそうだったみたいなのが情報は入ったんですけど、うんうん、この日の大阪の準決だとそこまでそうでもないような感じはあったような、例えば東京で準決だったらもう無双状態だったね、危なかった、危なかったっていうか、いや結構ギリだったかもしれないね。そうですね、まあ、もちろんもう事前のこれプロモーションは成功してる人だと思うんで、そうか、どっちにしろだったんだけど、すごいね、だから、一番安定感と知名度も絶妙に今タイミング的にいいしね、まあ、もうテレビで出してちゃんとした商品になるっていうことはもう、いろんな番組に保証されてるんで、うん、R1 としてはやっぱり桜井さんを出したんだっていうことでは絶対外せない人は、もちろん、まあ、現場で受けてるからそれはもう文句ないことであると思うんですけど、そんな感じでした。で、まあ、あとはちゃんとそのなんですかね、東京のバージョンのところを大阪に変えてたりとか、そういうのはやっぱりして、いや、それしとかないといけないですね、まあ、地名とか使ってね、そこは抜かりがなくやってました、そうだね、まあ
その東京のくすぶってる芸歴の長いピン芸人の希望になったよね、はい、そうですね。いやもう本当会議室とかのライブで一緒になるような感じの方なので、うん、桜井さん本当ちょっと感慨深いものありますね。でその次が七曲がりの森下さん。ああ森下さん、僕は七曲がり森下さんがこの人の中で一番笑いましたね。ああそう、いやーもうこの人は通さなきゃダメでしょっていうぐらいの、あそう受け方をしてました。何ですか、なんで通らなかったのじゃあ。あ、通ってますよね。あ、通ってます、あ、通ってんのか、通ってます。あ、7万円通ってんだ、通ってます、あ、通ってんだ、いやー面白かったですね。あ、そう、発想勝ちですね、もう着想勝ちというか。あ、そう、そういう、まあ言っても言えるギリギリで言うとどうなる、まあ振り言うとしてはコント乳首が隠せない男っていうネタなんで、いやただ乳首が隠せないんですよ。でその隠せない方法がもとにかく狂ってるというか、うん、いろんな仕掛けで隠せなくなるっていう感じなんですけど、うん、いやとにかくバカバカしかったですね。それこそそのなんかテクニカルなネタがあって、うん、それでそれが不利になって爆発するっていうことの典型のような人だと思います。超くだらない、くだらないですね。あ、 R1 がちゃんと伝わればいいな、それ。いやなんかいい感じで伝わってね、キングオブコント決勝行った時にやっぱね、ナスを持つみたいなコント、客には届かなかった感じだったね。ちょっとね、ちょっとNGK の感じでハマってるんで、いやこれもう個人的な願望としてこれはもうテレビで受けてほしいですね、うん、なんかねこれは受けないと。その準決勝でのどんだけ受けても決勝になると最下位になることもあるからね。これがどんな悲鳴が上がったいやそこは怖いですね、うん、一個不安な要素としてはやっぱりどういう客層で、うん、本ちゃんを固めてくるのかみたいなところが、うん、すごいな、楽しみだね。でこのブロックサイドアポロン高瀬さん、ザ・ギースの、ああそうだハープか、はい、ハープみたいですね。どうでした、なんかその曲たくさん聴きたかったんですけど、ハープを使ってなんかまああるあるを言うみたいな感じのネタではあるんです、うん、なんか期待値はものすごい高かったですね、はい、やっぱハープ見て、うん、やっぱちょっと客席はゾワッとなったんですよ。でかいですねハープだっていうような。ほんと JCA のコースとかで10年ぐらい前にもうなんかハープ使ってネタやりなよみたいなことを真剣に言われた時期があったんですけど、それがまさに具現化して具現化してついに出てきた。見た目の強さって必要だもんね。そうですね、確かにな。なんかまあ本当になんかちょっとやっぱりあるあるネタをなんかやってて最後に曲を弾くみたいな感じだったんですけども、その曲たくさん弾いてればまた結果が変わったかもしれないですね。なんか本当なんかちょっとハープの技術があるのかどうかっていうのがちょっと最初はやっぱずっとハープをジャジャジャランってやってそれで一言ネタ言うっていう感じのパッケージが続いてったんで、ハープを生かしきれてなかったって感じがあるな。もしかしたらかもしれないですね、そういう見方になると。パッと見でお客さんが求めるハープの情報量が規定よりちょっと下回ったところの引っかかりを持ちながら見てしまったっていうのが今回のラインなんですね。もちろんあるあるとかの精度は高くて受けは取ってもいるはいるんですけど、それにプラスで曲がもっとあればもっと話題の総量は増えるんじゃないかっていう感じ。決勝まで行ってるだけですごいけどね。すごいです、ね、すごいですね。郵送費もかかったのね。あれもう多分事前にちょっとそうですね、郵送してないと無理ですよね、うん、前乗りしてちょっと受け取りとかしないと、うん、持ち運べないですよね。あれ当日に郵送とかできるのか、で、いや厳しいんじゃないですかね。あれだけ大きいと新幹線乗せれるんですかね、あれ、難しいね、金もかかったろうな、かかってると思います。で、それが3ブロック、うん、で、4ブロック目、うん、ここから7組になりまして、うん、トップバッターが野田クリスタルさんだったんですけど、ほうん、ここで大事故が起こったんですよ。なんですか、
野田さんもオジン・オズボーンの篠宮さんと同じで、うん、大きなモニターを持ち込んでネタをやる、うん、で自分で作ってきた自前のゲームっていうのをやるっていうネタだったんですけども、うん、ああ YouTube チャンネルとかでもやってるよね、やってるんですね、うん、それをまんま劇場でもやったみたいな感じで、うん、でゲームを始めようとしたんですけども、うん、モニター何も映ってなかったんですよ、うん、であれそうそうそうで野田さんだったらなんかそういうネタもやるのかなみたいな感じで、ね、ただ一向になんていうんですかね、モニターに何も映る気配がない、で野田さんはずっと続いてく、でお客さんはざわざわしてる、うん、で多分おそらく野田さんもなんかこれはおかしいなと思って、うん、モニターを確認したら、うん、あ映ってないと、うんうん、あ気づいたかった、なんかパソコン、うん、野田さんはずっとノートパソコンを見てたんで、あーそのケーブルが外れたんでしょうね、あそれで気づかない状態になってて、ま、どうしようみたいな、うん、あこれやばい、本当にこれガスで映ってないみたいな、それで困って言った一言がテンダラーさんお願いしますって言ってテンダラーさんが出てくるっていういや僕も初めて見ましたね、お願いしますって何なんかそのもう自分じゃ収集つかないから、うん、なんとかして、うん、もうやり直しに舞台上3人になってる3人になってたんです、でって言ってテンダラーのそれ出てきて、うん、どうしたのこれみたいな、うん、いやちょっと映ってなくてみたいな、この間客はどうなってんの、いやもう大爆笑ですね、ああ映ってない、やもう事故だったんだっていうような、その振り返しで消化されるわけだ、そうですね、もしこれいいのかどうかは分かんないんですけど、うんうん、そのモニター再起動させなきゃいけないの状態になって、うん、でちょっと起動させたらモニターのそのメーカーのロゴがバーッと出てきたりとかして、これ NCK 的に大丈夫なのかっていう笑いが起こったりとか、そういうのもあったり、いやそれネタ1本やらせてもらえたん、結局やり直しになったんですよ、それで、でその後すぐ仕切り直して、まあそうですね、もうテンダラさんも、まあ、初めて見る感じで、うん、見てくださいっていう状態で、それでまたやるリスタートですよね、うん、でそれ野田さんすごいのは、まあ、それでやってもまた、まあ、ネタ自体が面白いんで爆笑を取ったんですよ、すごい受け方だけで見れば絶対通ってもおかしくないだろうなっていう受け方だったんですけど、僕個人はちょっとこのリスタートはどうなるんだろうなっていうような結果、まあ、突破したんでOK だったってことなんです、多分意見は分かれたんじゃないですかね、審査員の中でも普通のスポーツ的な観点からで言えば絶対アウトなことだけども、うん、いやネタが面白いからいいんじゃないかっていう、そこはもうね、もう決勝のなんかファイナリスト発表が結構遅れたみたいな感じ、まあ、うん、ちょっと陰謀論ではないですけども、うん、結構野田さんの処遇をめぐって紛糾したんじゃないかなっていうのをちょっと疑いるぐらいの、ね、ちょっと見た、いやよく勝ち上がったね、すごいですね、その手でタイプで勝ち上がる様見たことない、ないですね、だとMC の名前叫べば、うん、いいんだ今後はやり直しになるんだってちょっと前例をちょっと作って、これ野田さんだから逆に良かったから、ね、よかったと思う、なるほどね、楽しかったです、なんかちょっとシリアスな大会を見ようみたいな目線がちょっと崩れた瞬間でしたね、完全にお祭りになりだした雰囲気の、あれは印象的でしたね、純潔の中での1、2番を争うちょっとダイジェストのシーンですけど、で次メルヘンスナガさんですね、来たメルヘンスナガ、これはもう本当野田さんのこの後で食われるかなと思ったけど全然でしたね、そうだね、続いてるわけだもんね、ちゃんと爆笑取り取って、ちょっとやっぱお笑いの客のあるあるみたいな感じのネタとかもやって、ああやるよね、あれもやったんだね、それもただリスクは取って勝ち上がりましたね、さすが、それの配分をちょっとなんかそうだけじゃない SNS のなんかちょっとあるあるじゃないですけど、はい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 、それをまあ仮想圏でプロファイリングするみたいな感じの、はいはいはい、あれ面白いね、演出いいよね、緊張と緩和を上手にやってるからね、ですね、それをバッチリハマってました、うん、本当に、で
このブロッカーっていうのは毒のある人が続くんですけど、うん、次はウエストランドの井口さん。ああ、全然吸ったもんね、なんか選挙の、立候補者の演説って手で、うん、いろんなものに毒づいてくみたいな感じのネタなんですよね。で、まあ、まあ井口さんは腕あるんで受けてはいるんですけど、うん、やっぱ毒がどれだけ容認されるかされないかっていうところと、あとはその井口さんのこれはもう癖なん、もうやんないと気が済まないのか、そのやっぱ、まあ、選挙演説って体なんで、あのお客さんの狂気一票が欲しいと、うんうん、でお客さんの一票はいらないので、うん、審査員の皆さんどうもお願いしますっていうような、そういうような、まあ、客いじりにはならないんですけど、そのギリギリのラインの、そう、ここそうね、これはそれむずいよね、そのいやそこでマイナスになるかどうかって人の芸風のタイプにもよるよ ね、 ね、もう十分なんか取れ高 OK になった後におまけで言うのと、なんかもう一歩足りないから、それがそれの受けがなんかまとめて全体的に面白く見えちゃったってなると、足を引っ張ってるように、ね、それがどうなってたかわかんないけど、最後で審査員にお願いしますって言ったところはやっぱバーンとなるんですね、うん、まあ、でそれがそのネタの中で一番受けになるとあんまりプラスじゃないかもしれないね。なるほどなるほど、そういう観点でいくとそうかもしれないですね。で次が森山さんです。あら、はい、松本人志さん、はい、そうですね、評価も入ってます、セクハラ甲子園、セクハラ甲子園ですね。なんかこのネタの中身どうこうよりも相当意気込んで、うん、この場所に臨んだんだろうなっていうのは、うん、もう舞台上でも、あ、舞台客席からも分かるぐらいの感じの上がり倒してたってこと？なんか叫んでたんですね、もう声を、うん、全力で声を張り上げてやってる感じで、あ、気負いが見えるとやっぱつまんなく見えますよ、ちょっとね。で、なんかあのそのせいかちょっとやっぱ本当ネタのラスト30秒ぐらいで、うん、声がちょっと枯れ始めてる感じになってます。あ、それ良くない、いたんですよね、ペース崩れちゃったね、準決勝という大舞台で。ちょっとそれが、それは他に見てた人もそれは感じたのかもしれない。そうかもしれない、もうネタどうこうじゃないですね、プレイヤーとしてちょっとミスの選択をしてしまったかもしれない。でもちろんネタ一個一個の精度は高くて受けは取れてはいるんですけど、その技術欠点になるんですかね、そういうところでの、ね、うん、そのネタは一番面白い表現はしなかったかもしれないね、それはなんか、まあ気負うなって言っても気負いますよね、それはそう、もちろん、うん、だからこれを考えさせられました、やっぱ考えさせちゃダメだしなとね、あ、そこは森山さんのこう難しいとこだったのかもしれないね。ちょっと準決行っただけすごいけどね、もうね、そうですね、一回落ちてるでしょ、セクハラ甲子園で何年か前に、いや、そうなんですよね、一、うん、回だから否定されたフォーマットで、うん、なおやって準決に行っちゃうっていうのはなんかネタ自体の精度が高いとそれはやっぱりいいっていうことなん、うん、だからちょっと敗者復活とか楽しみですね。なるほどね、確かに本当にそこだけだったと思います、もう、うん、敗者復活は何、ギャオかなんか言うやんの、ギャオですね。あ、でなんか、現場にで見てる人プラスなんか大阪の人でパブリックビューイングもやるらしいんで、それの票も入るらしいんですね。だから、うん、西東のお客さんの票で誰が上がるかが決まるらしいんですけど、今年は、うん、で次がダーリンズの松本凛さん、うん、昨年ファイナリストね、今年もあのカツラを使うっていう感じの、はいはい、でなんかちょっとなんかいろんな人のカツラをなんか、まあ、外すっていうようなシチュエーションみたいなことをいろいろやっていくっていうようなコントですかね、うん、ミニコントみたいな感じの何個かやるみたいなところで、はいはいはい、うん、もうやっぱその期待値が高まってるってことの難しさですかね。ネタ自体はもちろんいいんですよ、うん、いいんだけれどもやっぱりもうみんなが分かってるってことをどうやってじゃあ分かった上でそれを裏切ってくるというか、うん、爆発させてくるかみたいなことをやっぱり、うん、
期待されてたような気がしますね。うん、そんな超えてこなかった、そうなってくると超えなかったのかもしれないですね。まあ、準決勝の時点で超えてはいるんだろうけどね。そこのもうレベルが高いんで見てる側の感覚もだんだんおかしくなって、ね、出してくる、ね、マジな話だよね。ほんと十分なんだよ、こういうことは。本当に言いたくないことなんですけども。そうだね。でルシファー吉岡さんすごいな。はい、今年も決勝に行きましたね。行って、うん、もうコントとしてはその京都弁を話す青森出身のなんかあの料理人の、見たかも。とですね、はい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 、店員全員が京都の人じゃないのに京都弁を喋ってて、京都の対応が分かんないんだけどなんとなく京都っぽいような感じのことをやっていくみたいな。ちゃんとやっぱり R1 を多分考えて、うん、この大阪でやるってこととかも意識して作ったネタなのかなっていうのはちょっと感じたんですよね。そうですね、力的にいいかもしれないね、東京より大阪の方が、なるほどね。そこが認められてっていう、まあ、ネタもそれ一定程度受けても、うん、知名度もあるしね。ありますね。ルシファー吉岡だってなってたんですね。見事取っていった感じですね。そうだね。で次がブロック最後の今野ブルマさん。ほうほう、ここも独白系のコントですね。あのオーディションのネタ、うん、あのアイドルのオーディションのコントで、うん、まあ、あれやったんだ。はいはいはい、エビの格好して出てくるみたいな感じの、なかなか結構なんかお笑いに独白ような感じの。あ、そんな感じになったんだ。僕は見た時と違いましたね。なんか本当にアイドル、あのザ・ W に、うん、あの挑戦してくるアイドルみたいに対してのなんかちょっと批判みたいな、うん、とかも言ったり、ちょっとユッティさんのネタをもじった感じのギャラクをやったり、あ、これやっちゃうん、なんかちょっとはみ出した感あるよ。そうですね。いや、その難しいんだよ、そのお笑いははみ出すところに魅力を感じるなんてこともね、非常にあるから。だけどこの今回の言い方は、そのはみ出さないでやることに対してのその美学が良かったのかなっていう時もあるからね。それはもう見え方次第で、いい風にいく時もあるから、一概にこれがダメかっていうのも言いづらいんだけどね。ブルックさんもそういうことありきってやってるっていう部分もあるのかもしれないなって思ってて、なんかこのネタを確かになんか叱るべき場所に持ってって、あのやっぱ出したいって思う人は間違いなくいるはずだとは思うんですね。そうだね。ちょっとまあそこはもう本人もギャンブルプレーをしてきたんだとは思うんですけども、確かにもう会場受けはすごかったです。なんかその会場受けはもうこのブロックはなんかやっぱ受けてる人多かったんですけど、この受け量的には12分には足りてた。あ、その毒がどうなんだっていうようなところで、の角度ね、確かにちょっと比較が引っかかるな。確かにで受け入れられた毒と受け入れない毒があって、そうですね、メリヘン須永さんのラインが多分ギリギリの多分なんか毒だったのかな。メリヘンさんはネタになってるね、だからそこ難しいやん、ね、そうなってくると、じゃあ素で毒を吐くのが生きるっていう演出にした上でそれを吐くってしないと、ネタの作品として評価しづらくなってくるかもしれないですね。コントとしてそこがはみ出て、そこがすごく受けちゃった時に、まだそこをポイントとして取る今土壌がないかもしれない、ね、確かにそうですね。まあ、それは時代にもよるかもね。そうですね、そういうのがちょっと下がそれ下ればまた OK になってくる、OK になる時もあると、かもしれないですね。なるほど。で最終ブロック7組です、はい、でトップバッターが4000年に一度咲く金指さん。ねえ、なんか今年は結構名前聞きましたけどね、あれ決勝は行ってないんだっけ。決勝行ってないですね。なるほど。ピエロやった。コピエロですね。ここもやっぱその大阪東京あれ難しいね。すごくね、いや
ぱりなんか東京だったらやっぱ待ってました感がある人では。そうだね、東京の方が良かったかもね、確かに。あとやっぱなんかその NGK の会場の特色なんですかね、どうしても完全暗転ができない劇場なんで、ちょっとやっぱりコントが生えないというか、あの明暗転がいるときにちょっと見劣りしてしまうと。そうなんですね。なるほどなるほど、これはいい情報ですね、確かに。だから確かに営業感があるネタの方がちょっとやっぱ見てる人も安心する部分はどうしても、でも完全営業になってしまうとそれは違くなるんですね。違うんですね。森保バンバンビガルとかいうね。そうですね、完全営業勝てんのかって話になってくるからね。そうですね、いいネタね。なんかそのそうですね、ちょっとどういう設定でどういう世界なのかっていうことを考える時間が、うん、あったのかもしれないです。でももしかしたら金指さんそこまで見てない人とかっていう目線になってくると、いやなんかいいネタな。いや面白い。確かになんかピエロのお父さんですね、あのピエロになってるお父さんが子供を、自分の子供がいる学校にやってきてみたいな感じの、そう、まあそうネタなんですけど、なるほど、演出負けしちゃったのかな、なんだろうね。なんか演技のうまさは惚れ惚れしますけどね。あれうまいね、確かにです、引き込まれるわ、確かに。あとコント向きだよ、そうですね。で次が松本クラブさん。あ、松倉さん、はい、敗者復活からの王です、ね、今回落ちましたね、敗者復活からまでいくかもしれませんね。よく松本クラブさんがやる、うん、なんですかね、駅のホームで、うん、路線と線路越しにやり取りをするみたいな感じの、うんうん、そのパターンのネタでしたね。で今回はその野球の監督と、うん、その監督に教えを受けてる子供たち、うんうん、で、まあ、ちょっと子供たちが松本クラブさんをする監督に向かっていろいろなんか投球フォームやってとか、いろ、うん、んな動きやってっていう、その動きの見せ方がちょっとおかしいみたいな感じのネタなんですけど、もうまあ松本クラブさんはもう、いやもう見てる人が分かってるっていうようなところですよね。なんかもうやっぱりそのピンネタで話し相手を音響でやるっていうののなんか納得させた人だからね、やっぱ本来あの形式でじゃったらコンビでやればいいじゃんとか、それをピンネタって見るのかなって疑問を持つ人がやっぱまだ多かった時代で、 あれで決勝があって連続的に決勝上がることによって、あの形式はありだってなって、やっぱその形のピンの人増えたもんね、明らかに、ね、はい、そうですね、うん、もう音響使ってコントやるみたいなことはちょっと一つ、うん、一人で二役やっていいんだと、自分の声で相手作ってコントに入れていいんだっていうのがね、明確だったもんね。パイオニアですよね、そういう意味でも、うん、であとなんか気になったのはやっぱここもやっぱ NGK っていう会場との相性で、あら、なんかもう結構音声が断続的に続くんですよね、うん、でもっとこの余韻を、やったことの余韻を楽しみたいっていうところでまた音が続くんで、なんかそのお客さんの側でなんか笑うタイミングがちょっと取れなくなっちゃうみたいな部分は、いいボケ、いいネタはあって、ちょっと間があればこれ笑いが増幅してくるんじゃないかなっていうものが流れてる印象が僕はなんか、まあ、音ネタの難しいとか、最初から全部間を決めてもしやってったら空間の広さによって全然ウケなかったりするもんね。これ難しいのは東京とかルミエとかそういうところだとそれがガチリハマってる印象は僕があるんですけど、松本クラブさんのネタで NGK だとなんか箱の広さなのか、声の音の届く多分時間のその問題もあるのか、だからやっぱ一人コント一人漫談とかその小屋に合わせてその場の瞬間的に間をずらすことができるから、やっぱちょっと有利というか、まあね、なんか対応はしやすいよね、音を使うようですね、なんか NGK になんか合ってない感じが、なんかそのネタの良し悪しとか、だからまさにこの敗者復活から上がる可能性高いかもね、だからその場多分
敗者復活ぐらいの場所のがちょうどいいかもしれないですね。あると思います。それは全然あると思います。で次は三浦真由とさん、チャンピオン、もうやっぱ安定してますよね。画用紙2枚使ったやつ、コントでした。あ、コントで、役者のあのオーディションの設定で仁義なき戦いのオーディションをやるんで、その台本をちょっと、いや読んでください、読みますっていうので、そのまあ広島弁ですよね、仁義なきなんで、それのフレーズが狂ってるというか、その面白いっていう、まあもうマイルズさんの得意なパターンのネタですね。結構受けてるんでしょ。いや受けてました、去年も大阪、去年も決勝行ってて、ハマってましたけど、いやー僕はもう受けで行けば、取ってて全然おかしくない受け方なんじゃないのかなっていう。だからその言い方変だけど、いい落ち方というかさ、ちゃんと受けて落ちたってことね、いやまああともういろんなその去年のこと今年のことみたいなことのいろんなバランスとか、あるかもしれない、初登場だったら通ってとかね、そういうのもあったかもしれないですね、もうチャンピオンだからなんか、だから別にチャンピオンだから落ちるってこともないし、チャンピオンだから受かるってこともあるので、そこはもうネタでの運だね。いやそうですね、ネタでどうこう言うのはもう野暮ですね、このレベルだとちょっともうなんかそうかもしれない、いやー雪にもならないですね、で次はザジー。うわーね、ここはまたザジーさんはフリップをなんか4分割してきたんです。でっかいフリップを4つ持ってきて、それでなんかクラスメイトの紹介っていう感じで、その紹介していくうちになんかまあ、説明が難しいんですけどね、なんかぶっ飛んだ着想になってって展開していくみたいな。面白かったのがクラスメイト全員一通り紹介して、その音が鳴って、なんかコーラスが出てきてザジーが歌い出すっていうくだりが、なんかクラス全員でなんか合唱するみたいな流れになってて、それはわーっていうような盛り上がりにはなっていたんですよね。巻き込み方的にはかなり、いやここも全然、ここはもう受け方だけで見たら通ってもおかしくないっていう。まだ決勝行ってないんだけどね、ザジーは。なんでだろうね。なんかこの日全体通じてやっぱりテクニカルにこうフリップをやるみたいな人がちょっとやっぱなんか受けてるんだけれども結果に繋がってないみたいな日ではあったかもしれないですね。悔しいですね。10組ですか決勝。11ですね、今年は。11なんだ。11で10組上がりの敗者復活、あれ違うか、11上がりの敗者が1ですね。あ、1なんだ、去年が2だったんですけど、今年は1になって、3の時もあったよね。ありましたね。今回1なんだ。1らしいですね。で次が大谷健太さん、この方もフリップの、ああもともと桃組の人ね。早口言葉のフリップで、これも大谷さんも得意なパターンの、去年も同じようなスタイルで準決いってるんですね。ジャージー大谷健太っていうのはちょっとやっぱなんか辛いですね。なんかその順番の妙とかで、ただもうレベルは高いんですよね。高い上での本当になんかその差の中で、まあそういう系のネタは本当決勝行かないと意味がないというか、そんな感じもするもんね。ここに関してはまたネタに対してどうこう言うって気が正直ならない感じですね。ここ本当にもう番組のバランスっていうところの判断で、10組選んだ時に漏れたけど、別にそのネタが親悪いかつては別にほぼね満点近いぐらいの出来だったんじゃないかってことね。ですよ。次がですね、サンシャイン池崎さんで、池崎久しぶりだよね。この事故が起こったんですよ。あら、池崎さんが最初のけぞってサンシャイン池崎ですイエーみたいな感じの出方をするじゃないですか。まあよくやるね。それのけぞって立ち上がった瞬間に、あれ立ちくらみが起こったみたいな感じになったんですよ。でそれがあれあれあれって言って立ちくらみが止まらないみたいなことを言い出して、
って、あーみたいな感じで客席笑ってるんですけど、いや、これちょっとネタじゃないです、マジで、ちょっと一回下がっていいですかみたいな感じで、本当にこれは立ち込みなのかみたいな、で、あのテンダラーさん、2回目の登場で3人になるっていう状況が起こって、大丈夫かみたいな感じのことが起こったんですよ。で、池崎さん下がって、でまたテンダラさんが今の初めて見るような感じで見てくださいっていうのはあの振りをしてリスタートするなんか持ちギャグになってきて初めて見るような感じで見てください。そうそうですね。いやテンダラさんも焦ったと思うんですね。M1 とかでは絶対にありえないことだと思うんで。まあ、M1 はそのねいろいろそうミスは起こりづらい環境もあるからね。いやこの日の本当に裏方のスタッフの気持ちになったらちょっと僕はもういても立ってもいなかったですね。いやもう何回もやってるからね池崎。それで今回のみなぜ立ちくらみがそんな継続的に起きたんだ、それどうしたの。もう一回やり直したの。やり直しです、最初からやり直した。もう一回のけぞるのやっぱり。もう一回のけぞるの大丈夫それ振りでゲーってなった時おーってなってただやっぱあの正直大丈夫かなっていうのは、うん、頭によぎりながらお客さんを見たとは思うので、そうだよね。いや体に異変を来たせるわけですから、でモニターで異変とはまたちょっと違うもんね、あの野田クリスタルと違う。そうですね。で日崎さんの場合本当に体を本当に動かしてネタをやるっていう感じなんで、うん、あの本当に急にぶっ倒れたりとか、うん、あの受けてはいるんですけど、それでそのね横並びにやっぱ渡辺で渡り119が入ってきてるからね、とかそういう比較もあったと思うんですね、完全にだからもうちょっと本当ハプニングで、これはちょっともう審査はちょっとできない感じになったかもしれないですね。機材トラブルじゃなくて本人の体の問題になっちゃったんで、ちょっとそんな年だったっけ、どうな突発的な、まだ30はいってんの。30いってるんじゃないですか、今年はいってるんですか。で大鳥おいでやす小田さん、あ小田さんの、まあ、連続的に決勝いってるもん最近ね。そうですね。小田さんはあの対照的に NGK でネタやるのが本当にうまい人だなっていう、そこはもう卑怯な部類だよね。すごい、いや本当七曲がり森下さんが僕この日は一番取ってたなと思うんですけど、2番目ぐらいじゃないですかね、受け方としては。本当でそのあの、まあ、オフィスで仕事してて、なんかその時を止めれる時計っていうものを持ってて、それでまあ普通に普段仕事をしてて、いろいろ同僚の人とかにいろいろ言われながら仕事してて、時計を止めてる時にまあもう不平不満を爆発するっていうようなネタではあるんですけども、その設定を生かすようななんていうんですかね、言葉の選び方とか、あとは小田さんってやっぱテンションを上げて切れた時のやっぱ面白さっていうのが、それもずっと R1 でも見せてるあの それをもう怖くないしね、安定して一個一個全部が強い、ああそう、で鳥にふさわしい、ああそうか、あいいものを見たなっていう感じで、すごいな、終わる、すごいな、おいでやすの鳥なんだ今は、ネタでした。まあもう小田さんも見た瞬間にこれは絶対行かないとおかしいだろうって感じが、ああじゃあもうネタの人たちで、そうだったんだね、なるほどね、という32組ですね。ちょっと長くなっちゃう、いえいえ、でもデヘンリーでテンダラーさんが汗かきながらそうですね、ありがとうございましたちょっとで結果はこれ後で21時50分からの確かに LINE ライブでお伝えしますみたいなお話でした。ラインライブなんだね。はい。ラインライブは僕全く見てなかったんですけど、その時は酒飲んでちょっといて、まあまあ いたんですけども。いやーすごいな。そうか。まあ散々池崎心配ですね。そんなだって営業だってあるだろうから、そういうね。気になりましたね。どうしちゃったのかっていうのが。ね、野田さんは別にまだ、まあ、そのマジカルラブリーの野田さんはまだいいです、そうですね、モニターの問題ですから、
体の問題で、うん、体が心配になるもう引退かも余生で頑張っていくみたいなとこになってくる次元のものですからね。春芸風の人ってもう本当そういうところから管理していかないと。だからそういうこと渡り119からあの今の芸風でどこまでいけんだっていう心配もあるじゃん、うん、ことです、ね、今まで若いからさ、だって池崎さんだって別にそんな年取ってないから言うほどまでね、すごい高齢だ。全然もちろんそうですね、ないですから、うん、別に40とかいってないでしょ。だって行ってないと思いますね、うん、いやー、まあさてな、その気をつけて本当ですね、3000年生このメンバーからしたらちょっともうちょっと上になるんじゃない、年齢的には上ですね。本当に渡り119さんとか私もディスコさんとかから本当に一回りくらい違うの、ね、年齢じゃないですか。感情に揺さぶられる演技とか演出を入れた時はね、やっぱ体がついていかなかげいやー、私出てくるかもしれない。そうです、僕だってもうコントやってなんか動きが鈍くて笑いが止まっちゃうみたいな感じの話変わってくるからね笑われてるんじゃないかっていう、逆手にとってそれをメインにするのってまだいいけど、そうですね。だから本当に肉体改造しようかなとかってのちょっと考えたり、そうでも考えないといけなくなってくるかもしれないしね、ということで今回のそのまずは寺さんはいね、3回戦で散りました来年こそはね、そうですね、準々決勝以降狙えるように、狙えるというか席を置けるようにね、一席も置けれるように、そうですね、よろしいですね。ちょっと簡単に星野ディスコに抜かれ、渡り119に抜かれ、悔しいでしょうけどね、まあ、気が気ではないですよね、落ちた日は相当に酒も飲みましたしそこら辺の人生なんか、ね、まあ、面白みはあるけど同時に不安要素は高まってきて、あれをもう俺無理なんじゃないかみたいなね、なんか思ってしまう瞬間の人生でもありますか、人生というかね、ちょっとまあもう設定の着想なりキャラなりでやっぱり突出したものがないと、なんかそのどんなにやっぱり現場で笑いが取れてもそこでやっぱり引いてないと勝ち合われないですね、うん、そうですね、これはもう難しい、ある意味ちょっと遠回りになるのかもしれないですけども、うん、自分のそういうなんかやっていく指針みたいなことをやっぱりおざなりにしてネタを作っていっても意味がないっていうことで、うん、あ、そう、本当そうです、再確認しました。ということで来年も本当に出ないとか1回戦落ちぐらいでもいいぐらいにテコ入れして、その何年目処でちょっと考えるぐらいまでしないと、ひょっとしたら逆に難しいかもしれないですよ、リスク取らないとダメですね、これはね、それを遠回りと見るのか近道と見るかというところもあるので、そうですね、これは近道だと思うんですよね、同じ安定した順ぐらいのレベルのネタをずっとやり続けていかないよりも、なんだったら2年連続3年連続1回戦落ちで新しいものを育てていくっていうのは、じゃあどっちが早く行くんだって、これ1回戦落ちを先に取る方が行く場合もある、まあ、それはもちろんね、準決勝ずっと出続け決勝行く人もいるけど、そこにまたね発想だったりとかなんか戦略が乗ってるの多分行ってると思うから、うん、そこ難しいよねやっぱりね、考えたいと思います。いや、でもいろいろ聞けたのが非常に強かったと思いますね。一回もね、ぜひ来年のマサテナさんをね応援していただければと思います。はい、ということで以上新藤達郎のコミラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。